JR 東海バス発足30周年記念2大セットパート2ということで、エアロキングとセレガの2大セットに引き続き、2つ目ですね。前回は化粧箱だったんですけど、今回は違うようです。なんででしょうね。エアロバスとこのエアロエースの2大セットです。こんな感じ。はい、こんな感じです。行き先、特急名古屋と書いてあります。この方のエアロバスは、自分ちくまバスとかのイメージしちゃうんですけど、どうなんですかね。屋根はちょっと白飛びして全然見えないかもしれないですけど、何も書いてないです。まあ塗装乱れもないですね。いいんじゃないでしょうか。なんか、イメージがないな。東海バスって感じがしないな。はい。じゃあ、エアロエースをラッピング見ていきましょう。このラッピングどうやら2月で終了するらしいですね、運行が。一度ぐらいは見ときたかったですけど。こっちは屋根まで。なんかラッピングがされてます。屋根のラッピングは一体どうやって見るんでしょうね。もうデカデカと裏にもリアにもなってますね。はい、見えるかな。行き先は JR 東海バスとなってます。展示してる仕様ですね。営業に入っていない仕様でございます。で、気になるラッピングの具合なんですけど、まあ、トミテックの商品なんで厚塗り感みたいな感じは否めないですけど、まあ、悪くないかなっていう。全然見れますね。まあ、十分でしょう。はい、ということで、こちらの2台の紹介でした。今度自分は東京までね、JR 東海バスに乗る機会があるので、まあ、その記念になるかなと思います。見たことないですけど、コレクションする分には全然いいですね。はい。ってことで、JR 東海バスの2大セットでした。また。